あらかじめ録音された音楽がゆっくりと流れる中、あたりは徐々に暗闇に包まれていく。月明かりもない夜に紛れて対をなす狼たちは、それぞれが一匹狼となって旅人に罠を張る。その罠に気づいた旅人は全速力で駆け出して木の枝によじ登る。途端に狼たちは群れをなし、狼はしごに身を重ねて旅人に襲いかかるが、その魔の手があと一歩届かない。カカーだ、カカーを呼べ、鍛冶屋のカカーを呼べ。誰とも知れぬその叫び声が旅人の聞いた最後の言葉となったのかどうか。ローバイより。